肺炎維症に伴うハキス肺、特発性肺線維症は特発性、間質性肺炎の一つで、肺の高度な繊維化を主体とし、高速性換気障害をきたす肺疾患である。他の特発性間質性肺炎に比べて、ステロイドや免疫抑制薬に対する反応性が悪く予後不良の肺疾患である。ちなみに特発性肺線維症の病理像は、 通常型間質性肺炎と呼ばれるが、両者はイコールではない。特発性肺炎症は特発性、間質性肺炎の中で最も頻度が高い。詳しい原因は今のところ分かっていないが、喫煙等が危険因子になるとされている。IPF において炎症は必ずしも繊維以下に先行せず、様々な刺激によって生じた肺包状皮の障害に対して、 その修復のためのコラーゲン等が増加し異常な修復反応が起こるために繊維化が進むと考えられている。肺胞壁により酸素の取り込みが低下し肺のコンプライアンス低下のために高速性障害を生じるもので症状として肝性外相や老作時息切れが発生する。特に繊維化に関しては TGFβ が重要な役割を担っていると考えられており 実際、TGFβ は、通型肺胞上皮に対して、上皮関与転換を起こさせ、繊維目細胞や、筋繊維目細胞への分化を誘導することが知られている。通常型肝質性肺炎の病理像。胸膜直下から繊維以下が進行し、正常に近い肺の構造とも接している。ユップパターンの HRCT 特発性肺繊維症の症状としては、主として、 呼吸困難をきたすほか、咳を伴い待ち指を認めることがある。進行すると二次性に、肺高血圧をきたすことがある。IPF の発症は感情であり、数年の経過で進行することが多いが、急性増悪と呼ばれる急激な呼吸状態の悪化が、年率5から15%の頻度で生じるとされる。長身では、両側肺底部を中心に吸気自然カミオンを聴取する。 特発性肺性異症の病理組織は、半常の繊維化すなわち繊維化している部分としていない、ところが不均一で混在しているのが特徴で、繊維化は、胸膜直下で優位である。また、繊維目細胞層が多数認められる。高分解能 CT で見ると繊維化し飛行した、核壁は、蜂の巣のような蜂巣肺として見られるほか、牽引性気管支拡張を伴う所見が得られる。 このような病理像は通常型間質性肺炎と呼ばれる。ユップを呈する疾患としては IPF の他に抗原病による間質性肺炎や過敏性肺炎があり、これらとの鑑別が問題となる。厳密な診断方法としては肺性検を行い通常型間質性肺炎の所見を得ることであるが、肺性検は負担も大きいので診断は画像と 臨床所見のみで行われることも多い。その場合、以下の主診断基準のすべてと副診断基準に4項目中3項目以上を満たす場合、外科的肺性検を行わなくとも臨床的に IPF と診断される。特発性肺性異症に対して根治的な治療法はなく肺移植を除けば現時点では進行を抑える治療のみが存在する。 他の特発性間質性肺炎と異なり、ステロイドや免疫抑制薬に対して抵抗性を示す。その中で、繊維化を抑える働きを持つピルフェニドンがプラセボと比較して、努力肺活量や6分間歩行テストにおいて、病状悪化の抑止効果を認めている。ピルフェニドンの作用点は、よくわかっていないが、インビトロで TGFβ や、 tnfα を抑制することが知られている。また、チロシンキナーゼ阻害薬であるニンテダニブは、ピルフェニドンと並ぶ、抗戦医科薬として認可されている。プドモ阻害薬であるシルデナフィルは6分間歩行テストでの改善は認めないものの、換気血流不均衡を是正し、呼吸困難などの症状緩和に働くと考えられているが、本法では特発性肺炎症に対する適応が、 ないありがとうございます。